今日はかなたちゃんのファンクラブイベントに来てくれてありがとう。こんなに多くの人たちがファンクラブに入ってくれてるんだね。かなたちゃんすごく嬉しい。この日のためにいっぱいいっぱいアイデアを出して、みんなが喜んでくれる素敵なイベントを考えてきたよ。最後まで一生懸命頑張るから、みんなも楽しんでいってね。かなたちゃんと一緒に夢の世界に行って、とっても楽しいライブをしちゃおう。それじゃあおやすみなさーい。すやー。えひひ、大成功だよね。うん、すごかった。かなたちゃんを好きでいてくれる人には喜んでもらえる自信はあったけど、予想以上だったよ。かなたちゃんってば愛されてる。本当はね、最初にファンクラブを作ろうって言われた時、かなたちゃんには無理って思ったんだ。かなたちゃん奨学金のことがあるでしょ。だから成績落とさないように勉強はしっかりやらないといけないし、たくさんの時間は使えないなって。それにスクールアイドルとしてパフォーマンスしてる時が一番楽しいから、それ以外のことはしたくないなって。だけどかなたちゃん間違ってた。あなたの言うこと聞いてよかった。かなたちゃんを説得してくれてありがとうね。自分でやるって決めたんだから、あなたが責任を感じることないよ。授業中眠たくてうとうとしちゃうけど頑張ってる。成績は下がってないから大丈夫。してないよ。ファンのみんなが応援してくれてパワーをくれるから元気いっぱい。もちろんあなたの応援もパワーに変えて、かなたちゃん頑張ってるんだよ。いつも支えてくれてありがとうね。慣れてるよ。いつも感謝してるんだから。ほんとファンクラブを作ってよかった。ここはかなたちゃんにとって自由になれる新しい遊び場。ファンのみんなと一緒になれる夢の世界なの。だから今日はそこにみんなを招待できて楽しかった。次も早くやりたいな。そうだね。よーし、次は何をしようかな。